はい、どうも皆さん、こんにちは、こしあんです。はい、静まっちゃってきます。まあこの補正なんですけどね、ちょっと前にね動画撮って、これで動画撮ってたんですけどね、これのこのデッキにしてから神谷と当たったのがゼロっていうことで、まあ動画はお蔵入りです。ボツだボツってことで、違うデッキ使っていきます。ってことで、まあ火炎使おうと思います。なんか今日の補正 1.05 倍アタックされてますけど、まあ別にバフリーダーが多いってわけでもなく、なんか火炎でもいけるかなって思ったんで、まあ火炎にします。まあ、S5 枚入れたね、欲張りセットですね。外周火炎はベルーガとテュポン、新しく出た学園で出たテュポンですね。精鋭って読むんですかね、まあ、精鋭かというか精鋭か、まあ2ターン600回復と外周中と、でまあ新しく出たフィン超駒ですね。まあこれと合わせてパーラで、あとは前からいる極炎の、最強セットベルーガトゥポン、まあ、これでやっていきたいと思います。ということで今日も楽しんでオセロ炎やっていきましょう。いきます。はい、対戦よろしくお願いします。ここまで来ると吉野もいるのか、吉野やめいて。はい、まあステファニーからいきます。悲しきかな、ステファニー。ああ今日別にバフリーダーがそんなに少ないんだったらステファニー抜いてもよかろうかと思うんですけど、まあまあそこら辺はね、痛すぎる。よしの強いて、こうだ、イケブルハ燃やせ XXX。 まあいい、角を取られても OK、 最悪もうデュポン打っちゃってっていう感じでいいんじゃないでしょうか。取ってきそうな、取ってきましたね、ブルハ。やべえ、マジか、吉野か。うん、オッケー。まあ場所的にはナウラか。ちょっと吉野打っちゃいますか、ベルがいますし。吉野じゃないや、デュポン打っちゃいますか。リッチ、おお強い、リッチお強いぜ、リッチは。さあここで何かちょっと強めの、バウグルス、バウグルス、まあ返される気がするんですけど、まあいいでしょ。まあこれはさすがに返してくるな。やべえ、いって、さあ何が出る、フィン、フィンいいね。リッチのコンボ嫌だけど一旦こっち行くか。さあこっからどう攻めていくかが大事なんですけど、やべえ、イーヨン、やべえ、イーヨン来られたらまあどうしよう。ああ見てなかった、イーヨンを。リッチとコンボつなげてくれるのは一番いいんですけど、そんな簡単には来ないでしょう。来た、いや痛いけどフィン打ちますか一旦。うおー、精鋭強え、旋回復強え。で次ベルーが打って、ベルーが打ってどうするか。言うてね、いい攻め方できてないですからね、火炎の。やっぱ火炎、牛タン火炎だったらレックス行った方がいいのかな。どうなんでしょう。まあ僕にはまだわからん。やべ、そのブランジェッタも入ってるのか。怖すぎる。アベルか、アベルでもいいな。こうかな。いやめちゃくちゃオーラ引きたいですね。僕的にはめっちゃオーラ引きたい。お願いします、オーラを引かして。
やっぱヤンドーラ弾けてるの弾けてないの全然違いますからね。まあ火炎はそこまで使ってないんで分かんないですけど、多分そう使われてる時に思うのはそういうことなんで、ってことはそういうことなんじゃないですか。小泉公文みたいなの出ましたね。やべえ、バフォメットは効いてないよ。マックスチャージですか。マックスチャージ、まあ、ただここはフレアヒールですね。最後は来たヤンドーラ、何で行くべきだ。まあベルガでいいんじゃないでしょうか。しっかりと2000入ってからの、はい、このカエント、フィン強いですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。うわ、来たメルビウール燃やして、これは燃やさないと。パーラと犬だしよ。絶妙絶妙やの。いや、メルベのコンボは受けたくないぞ。普通に行っていいのだろうか。はい、普通に行きましょう。言うて言うてですよ。相手も相当攻めてくると思うんで、どうにかしていきたい。メルベイウールのコンボ自体が強いから、ビブサニエリ、うわ強っ。いやー、毒入れて、まあ容赦なくこうでいい。もうこうなったら骨とか関係ないですからね、お相手さんも。なんだろう、言うて骨つなげてこないんですかね、お相手さん。もう骨は消えていい感じではなかったですね。はい、じゃあ頑張って燃やしましょう。 X ですね。いや、犬来すぎや。はい、うわ、レニアド。やってますね、レニアドは。やばい、ご利用される。メルベってご利用されるんですよ。もうやだ。っていうか、フィン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 。うーわ、まあそれだったらコンボで、やっべ、どうにかなると思うんでいいですけど。ナウラか、やばい、引けてない。まあここでしっかりと、とりあえずね、ダメマスを置いといて、まあアベルは取れませんよっていう状況を作っておきましょう。でここからしっかりと回復を入れていこうという案なんですけど、いや、ゴリ押しが過ぎる。ナウラ置いて回復しますか。一応やばい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 って。うーわ、すっげえ駒入ってた。それはやばい。おお、上さん、やってるべこれ。ここまでひどい引きします、普通。メルベンにした途端、なんで。いや、これはやってる、非常にやってる。まあ、コンボスキルはなくならないんですけど、いや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 、はい、テポか、まあいっか。これ勝てなかったらやばいっすからね。いや、さすがに飛ばされないでしょ、本当にやばい。普通ね、ポンパーラ決めて速攻で飛ばさないといけないんですけどね。いや、非常に怖い、メルベは。オッケー、よかった、勝てた。
ギリギリでしたけどね。見てください、この体力。やっぱメルベア強い。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。うん、ラニト、なんか毒系のデッキが多かったんでね、ちょっとランに入れました。はい、それだけです。ラニをチェンジしてきました。ラニカエン、あなたも僕もラニカエン、イエー。あ、ミスった。まあいっか。なーに、やっちまったな。まあ、それは犬なんでいいです。犬犬犬、パール来たな。うーんと、伸ばします。一回伸ばしましょう。これね、全体小を入れていくと。はい、まあ、こっから相手がどう来るかですね。来る場所によっては犬取ってくれ、来てくれればいいんですけど、まあそんなことはないと思うんで。うん、そっち、そっちはやってるんじゃないでしょうか。はい、盤面を詰ませられるんじゃないでしょうか。3枚返してきてくれれば。さすがに返さないかな。まあ今時3枚返す人はいないと思われるんですが、どうでしょう。3枚返してきた。お相手さん積みましたね。これで。おお、ほうほう。ってことは一旦極炎して、まあ、皆さんも覚えておいてください。この打ち方するとこうなっちゃいますよと。でトゥポーンに当てるか、アベルに当てるか。いや、この精鋭強っ。精鋭図強くない？聞こえるか、力の方向が。うん、まあ、まあまあまあ、まあ、取られても。まあ、全体燃やしといて、Sゴマ攻めしていきますかね。言うてですよ、相手が F3 来ても C2 に行ってトゥポーンのコンボ一回使って、うん、ここではまだなんかトゥポン打つパーラじゃないんだよな。ベルガでいっか。いや、ベルガじゃなくていいな。ここ一旦パーラ打ってやって、この一旦だけでも全回転、全回復入れての、全回復か、全体火炎か。で次ベルガですかね。まあ相手は外周に置くしかないですもんね。まあパーラは消すでしょう。でしっかりと入れて、まあ最後は黄金ベルガと、はい、黄金コンボみたいなの決まりましたね。はい、はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ルシファー。犬。まあいいでしょう。なんか毒打ってくるようなコマ出してくんないですかね、お相手さん。うん、まあただ僕はちょっとあの普通の打ち方しかできないんで、こうやっていきます。うん、やっぱまだね、火炎をね知り尽くしてない。やっぱ某あの YouTuber の方みたいに。やばい、あ、それやばいって。あー、やばい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 、あぶねー。伸ばしますか。ここルキアですし、伸ばしますか。じゃあ お相手がね毒をやってきたタイミングで、あの気持ちよくランに置きたいってなるんですけど、え、こっちを置く人多くないですか。なんかなぜでしょう。
なんかこっちに置いてきてくれる人が多い気がする。で3枚返しとかしてきてくれるんですかね。さすがに3枚はしないか。おお、まあまあダイヤ B 体ですからね、まあしょうがないしょうがない、そうなることもあるっていう感じで思っておけばいいんじゃないでしょうか。うん、一旦パーラ行っちゃいます。ねえ、でもまあお相手さんきついですからね、こうなったらあんまりやっぱり大マスとかではなってないと、こう伸ばしてくる打ち方をしてくる人がいないっていうのもあるんかもしれないですね、もしかしたら。結構ねもう伸ばすなんてよくあることだと思うんですけど、うん、ダイヤ A 以下にはあんまり流行ってないみたいな感じはもしかしたらあるかもしれないですね。まさかね、暴力暴力、それは暴力ですよ、駒投げの。はい、犬、うん、ただちょっとね、やべやべやべ、アンデッド行っちゃったけど、まあいいでしょう。はい、こうなってくると何が嫌だってね、攻めれないですよね、こっちが攻めさしてということで、まあこっち置いて外周に置いてもらうことにしましょうね。外周置きましょう。もうあなた置くしかないんですよ、外周に。そしてテポアベルされましょう。いや強っ、いたたたたた、うん、まあベルーガで行って、まあで次サカかアベルを F2F5 どっちかに置けばいいですかね。うん、まあ X に来てもらってもいいですし、はい、OKOKOK、 うん、まさか2連続で引っかかってくれるとはな。うん、まあ最後はこれでいいですね。やっぱヤンドーラ引いてると火力がバカ違いだな。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。はい、ラニと何ラニ、うん、混合っぽそうなラニ。おお、強いこれどうしよう、あえて X 行ってみますトゥポーンで。なんだろう、冒険心がくすぐられたんでちょっとやってみまーすこのファイアドレイク、いやー久しぶりっていうか初めて使われましたね、このファイアドレイクは。なんだ、何のファイアドレイクなんだ、さっきのは普通のか、透過されてないやつか。でここでトゥポン返してもらって、ここで十字が引きたい、十字来い、十字、よろしく。うおー強っ、まあ強いけどっていうのありますけどね。まあこっちでいいんじゃないですか、言うて言うて。ゴリ押しゴリ押し、竜胆回もゴリ押しでいきます。オッケーオッケー、それは美味しい、置いていい、ナウラか、まあ、ナウラ打っちゃうんだったらまあここでまあパーラですよね。はい、いい火力でしっかりと2体召喚されて、でもやってくるんだったら F3 に
なんか強いのをポーンと。グレムリン。マジか、そんなのがいるのか。よしよしよし、はい、うん、ステファニーか、いらねえ。まあ燃やしておきますか。このチャンスは逃さないよ。まだいい、まだ一旦グレムリンのコンボは許容、いけるはず。頑張れ耐えろ。バハだったらちょっと痛いけど、トゥポベルトゥポオロヤマタのオロチか、行って、さあここで引け、来たフィン、いけるか、いけ、切り開け、大丈夫、パワーラのコンボも結構強いんで、はい、ナイス。はい、対戦ありがとうございました。ゴリ押しでしたね。はい、対戦終わりました。まあ火炎のね、エスゴマをたくさん入れた、まあこのね、ゴリ押し火炎デッキっていうんですかね、まあ竜炭火炎なんでね、まあ結構ゴリ押し効いちゃうっていうのあるんですけど、やっぱフィンとパワーラとトゥポン強いですね。まあどっちもコンボスキル下級とフレアヒールなんで、まあある程度ダメージが出てくれる。特にトゥポンも打ちやすいですし、このトゥポンのいいところってあれなんですよね、竜ゴマが2枚以上とかっていう条件がないんで、普通にどこからでも普通コンボが出る、これがいいですね。まあなんでしょう、このパーラとかもそうなんですけど、下級極炎火炎スキルが2枚以上っていう時あるんで、たまに使えないっていう時あるんですけど、速攻で使うと。ただトゥポンはそういう条件がないっていいですね。まあ、あとは極炎2枚、ベルーガもトゥポンも強いですね。まあちょっとね、僕ね火炎ゴマで持ってないのが結構ちょろっとあるんで、クリサラとか召喚するやつですね、クリハピを、ああいうのも今度の季節後まで当てたいなとは思ってるんですけど、まあまあね、ちょろちょろ危ない試合もあったんですけどね、もうこれからもうちょっと勉強していきたいですね、火炎は。やっぱりもうちょっと打ち方をね、考えた方がいいんで、火炎は。うん。うまい打ち方ができるように頑張りたいと思います。ということで、今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。